こんにちは、ともとです。今回は、前回に引き続き、漫画描きのKさんと、キリマンジャロ登山に挑戦した、りょうさんにお越しいただいてます。今回もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。前回ね、ふもとの村のところまで行ったと思うんですけど、まだ山登り始めてないんで、そうなんですよね。今回はもうその、結局その登山どうだったのかっていう、もう果たして登頂できたのか否か。そこら辺がね、ポイントになると思いますんで。はい。というわけで、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回、まあ、何やかんやあって、まあ、キリマンジャロのふもとの町、まあ、村まで来て、まあ、とりあえず、ビールを飲んだっていうところまでですね。そっからはどうしたんですか？まあ、前回もお話しした続きですけれども、うん、ビールを飲んだ翌日にはもう山登りが始まります。何時に起きたんですか？意外と、なんか日本で山登るよりも全然ゆっくり起きましたね。うん。なんか日本で山登ろうと思うと、なんか4時5時の電車にはなんか始発に乗らないとちょっとめんどくさいみたいな感じになっちゃうじゃないですか。はい。僕は車を持ってないので、どうしても電車だとそうなってしまいます。はい。で、今回その町から登山ゲートまでは、うん、まあ、ツアー会社手配の車で行きました。うん、ランクルですね。うん、トヨタの、うん。まずそこでテンションが上がりました。うん、そこそんなに車好きだったんですか？ジープに乗れるっていうのが。なるほど。はい、あ、出発は多分、ホテルを朝8時とかに。うん、あ、割と普通。割と普通。普通ですね。そう、ホテルどんな感じのホテルですか？日本で例えると。なんか日本のホテルとはやっぱ全然、まあ僕もそんなに日本のホテル泊まってるわけじゃない。ビジネスホテルみたいな感じ。みたいなのではないです。多分、モーテル的なイメージ。いや、多分三つ星か四つ星かそれぐらい。あ、結構いい。そっちそっち木でできて、木なんか。かなりいい。結構広々広々。まあただ僕はその会社の、基本的にその女性の方以外は、女性、内訳が女性一人と、二人で。男性は二人二人で。誰と一緒になったんですか？まあ、どれもみんなおっさんなんですけど。はい。一番若い。おっさんの中では一番若いおっさんですね。一番若いおっさんって話。まあ、40代、50代のおじさん。山登りが好きなんです。結構じゃあ広々としたホテルで。そうですね。かなり広かったです。ゆったりと。はい。リッチな気分で。ああいうところって、海外のホテル、まあ、昔インド行った時とかもそうなんですけども、はい、これお湯出ないんじゃねえかなと思って、バッチリ出ましたね。さすがに三つ星レベルになると、出るんですよね。バッチリ出ます。星がついてるところはちゃんと出ますね。Wi-Fi も飛んでましたし。あ、いいですね。はい、もうネット見放題じゃないですか。ネット見放題。早く寝なきゃ。はい、で、まあ、8時ぐらいに出て、はい、ホテル、いいところ、名残惜しいなと言いながら出まして、うん、8時に出て、うん、どれぐらいだったかな。でもまあそんなに2時間かからないぐらいで、うん、まずその、マチャメルートの入り口、うん、マチャメゲートっていうところですね。うん、そこがもうすでに標高2000メートルぐらいに着きまして、うん、着いた後、入山手続きを、うん、まあ現地の人間がやるのを待ちました。入山手続き。そう、入国はどうなんですか？ビザとかいるんですか？ビザもいりますね。それも事前に申請しておいて。はい。まあ旅行会社がそれは全部やってました。ああ、はい。はい、うん。まあ、もろもろの書類手続き、僕も全然詳しくわからないですけども。はい。まあ言われた通りにやって。なんか2時間くらいで、はい。登れるよ。多分昼前、10時くらいにはもう着いてたんで、うん、昼ぐらいから登り始めるというのを聞いたんですけど、結局そこから4時間くらい待ちました。全然じゃないですか。はい。なんか、山に持ってける荷物の重量とかそういうのがかなり制限されてるらしいので、うん、で、いろんな人が来るのに窓口が1個しかないとか、うん、そういうのもあって、4時間ぐらい待って、うん、なんか最初その山登ってる間みたいな、なんか食べなさいって言われて、お弁当みたいなのを渡されてたんですけども、結局、登る前にみんな食べ終わって、食べ終わってたらもう雨が降り始めて、その雨が降ってる状態でそのまま登山スタートっていう感じでした。雨がっぱはもちろん、はい。防水の上着を持ったりして、いきなり出番だなと。で、そこからだいたい5時間ぐらいかけて最初のキャンプ地に、到着する。まあじゃあ、その日のまあ、
登り始めたのが実際には何時だったんですか？実際だからその2時前とかですかね。うん、じゃあまあ、夜。実際だから5時間かからなかったかな。6時過ぎぐらいからもう着いてました。夕飯時に。そう、そうです。ちょうどいいぐらいに。結構疲れましたね、でも。ハイペース？ペースは別に。ペースは多分結構早かったと思います。まあやっぱ暗くなる前にね、はい、行かなきゃっていうので。ちょっと聞きたかったんですけど、その登ってる時は何人ぐらいで登るんですか、トータル？一応、我々5人に対して、モーターが、うん、最終的に25人ぐらい。そんなに半端ないじゃないですか。半端ない。もうなんか、首相クラスじゃないですか。うん、SP の完璧に。そう。閣僚5人に対して25人の SP みたいな。多分1人に対して、モーターが大体3人ぐらいつく計算なんですよ。うん、残りの10人は、まあ、我々の荷物とは別に、うん、全部、キャンプの、うん、キャンプ地でのキャンプ、テント泊っていうルートなんで、まあ、テントだったり、うん、あと食事だったり、うん、あと、なんとすごいのはですね、水洗トイレ持ち運び式のものが。そうだ、すごい。トイレ事情はどうなの？そうなんです。僕も後々ちょっと下の話聞こうかなと思ってたんですよね。はい、水洗トイレが完備でしたね。はあ、完備？じゃあどういうこと？だからその持ち運び式の水洗トイレ。どういうこと？要するに、ポーターの中の一人は、水洗トイレを運ぶ係ってことですよね。そういう役職があるんですよ。トイレマンっていう。本当です、本当です。今日一びっくりしました。いや、こういうカルチャー食楽しいっすよね。僕は全然、もう、ヤフン持ちさない覚悟だった。そういうものかと思ってた。いや、まあ、全然そのつもりだったので、逆にちょっと恐縮してしまいました。うん、水も流れるし、なんならトイレットペーパーもつけてくれてるみたいな。どういう形なの？本当に、まあ、水洗トイレ。普通のトイレよりちょっと小さいぐらいで、うん、見えないようになってる。そのトイレを置いてあるところに、細長い、縦に細長い、一人入れるぐらいのテントが貼ってある感じです。はぁ、テント、なるほど。はい。じゃあ、見えないようになってる。見えないようには当然、はい。じゃあ、トイレ行きたいですって言って。トイレは基本的にキャンプ地だけですね。ああ、なるほどね。登山中にトイレ行く場合は、うん、まあこれもちょっと汚い話になっちゃうんですけども、はい、もう本当に物陰で誰も見えないところ行って適当にしていこうみたいな感じなんで、大体そういうとこ行くと、もう落ちてたり。落ちてたり。先人のものが。はい、まあここがいいトイレスポット。うまい具合に見えないみたいな。ここから見えないけど。まあそこは普段の登山と変わんないかなって感じですかね。そうですね。緊急自体は、まあ、はい、そうですよね。トイレは実際に呼ぶんですか？呼ばないです。ちゃんと僕は名前で呼ぶ。それは役職は何ていう、役職はついてるんですか？役職はだからその、まあ、単純に登る、ポーター、うん、ポーターと、あとまあクックですね。うん、料理人。はいはい。うん、あとガイドっていうのです、うん、そのポーターとは別に多分ポーターを経て進化したやつみたいなやつで、うん、先頭に立って、うん、トゲには後ろに立ったりして、うん、我々をこう導いてくれる最高責任者みたいな。みたいな。そう、リーダー的な。ハンターからレンジャーみたいな。そうです。逆だっけみたいな感じ。みたいな存在が、まあ、二人、うん。あと、まあ、なんかいろいろ。多すぎて。25人ですよ。はい、日本人5人に対して。まあ、1人に5人。まあまあ、ざっくりね、単純計算するとね。はい。もちろん中には、その他のツアーの人で、1人で登ってる人がもいるんですけど、うん、その人も聞いたら、まあ3人ついてます。うん、荷物運ぶ人、県外をする人、あと、うん、多分トイレマンはいなかった。うん、あと、クックと、あとテント運ぶ人っていう感じでした。降りてくるって人とは、合うんですか？僕が登ったルートだと合わないんです。合わない？はい。行きと下りと違う道を通っていくルートなんです。じゃあ挨拶とかは特になく、うん、そうですね。ただまあ、ポーターも25人ぐらいいるんですけれども、はい、本当みんな、おのおののペースで、うん、基本的には僕らより先について、うん、テントは設置しないといけないんで、うん、ほぼ、姿が見えない。なるほど。かっこいい、なんか。別に近くにいるわけではないんですね。かっこいい。まあ、30人でゾロゾロ登ってるわけではなく、彼が先に行ってて。なんか最後の方にようやく顔合わせしたみたいな。へぇー。実はこれだけいましたみたいな。黒子みたい。超かっこいい、ポーター。なんか見えない力で、導いてくれてるみたいな。離れてる。すごい、なんか忍者みたい。そう、本当に。
なんか全然、あ、こんなにいたんだと思った。へぇー。じゃあ、特に挨拶するわけでもなく。そうですね。その、ポーターの方たちは、現地の人たち。現地の人たち、ね。タンザニアの方たちというか。はい。僕は結構、その、普通にお話ししながら登ってたんですけど、普段はなんかコーヒー農園とかで働いてて、うんうん、そういう登山のツアーがあるときに、まあ、派遣みたいな形で来て、うん、まあ、普段はなんか農家やってるおっちゃんが、あの、富士山登るっていうから、じゃあちょっとガイドしてくるわみたいな感じで、出稼ぎみたいな感じで。そう。でも年齢不詳なんですよ。僕と同い年ぐらいかなと思ったら、なんか50歳だった。なんでなんですげえ若々しいな。でも登るな。じゃあ、登ってるときは、どうしたの？もう基本的に歩くのに集中してたのか、それとも、まあ今言ったような会話をしながら登ってたのか。まあ、会話をしながら登ってましたね、僕は。うん、その、やっぱり喋ってた方が酸素を摂取できる。うん。なっていうわけではないですけども、うん、単純にずっと歩いてたら飽きるじゃないですか。うん、音楽聴きながら登るわけにも。あ、っていうのもでも途中やりました、ね。あ、やって。うん、あと、まあでも単純にその、なかなか見れない景色なので、うん、その初日はゲートからキャンプ地までジャングルを抜けるルートなんですよ。うん、まずもうジャングル、上がりますね。キョロキョロしながら、ポ、うん、ーターに今泣いた鳥は何だろうとか聞きながら。うん、ジャングルってどのレベルのジャングルなんですか？まあ、基本的に登山道は全部舗装されてて、うん、もう道に迷うことはないんですけども、道から外れるとかなりなんか、亜熱帯植物みたいな。なんかもうジャングルってなんかこうマングローブしか浮かばないんで、写真とかあるんですか？写真もあります。じゃあちょっと、後ほど、ホームページの方で、載せていいですか？はい。もう、見たい。撮ってきたんで。気になるから、ちょっとホームページの方にアクセスして、こんな感じのジャングルです、こんな感じの登山道だよっていうのを見てみてください。で、ジャングル登って、ちょうどジャングルを抜けたぐらいが初日のキャンプ地っていう感じですかね。動物とかってどんな感じでいるんですか？登山道には多分基本的に野生動物そんな近寄ってこないと思うんですけど、普通に猿とかいるよとは言ってました。あと僕がちょっとかっけえなと思ったのが、ずっと登山中、標高4000メートルぐらいまで、すごいでかいカラスが飛んでるんですよ。うん、でかいカラス？日本のカラスに比べたら何倍ぐらい？何倍ぐらい？一回り二回り。1.5 倍ぐらいあるんじゃないか。じゃあもう、ワシとか高いぐらい。ワシとか高いぐらいの大きさのカラス。カラスなの？カラスなんですよ。標高4000メートルで飛んでるカラス。確かに。確かに。確かに。強いカラスって。結構カラスの写真も撮りましたので、そちらもホームページにぜひ。いや、でも大きさの、大きさの比較がわかんないじゃないですか。確かに。ぜひホームページ。じゃあ、クローズタンザニアってことで。なんだっけな。もう気になって帰ってきたら調べてますよ、カラス。あ、どういう種類だったんだろう。はい。なんか、大橋白エリカラスっていう。かっこいいですね。カラスはカラスなんですね。ちなみになんか30万ぐらいで輸入して買えるらしいです。買えるんですか？別に違法ではないです。違法ではないです。うんうん、はい、条約には引っかからないってことですか？引っかからないですね。まあでも動物で見たのはでもカラスが多いかな。はい。別にそのライオンさんとかゾウさんを見かけるわけではなく。そうですね。実はその登山終わった後のサファリツアーっていうのがあったんですけど、うんうんうん、そこではもちろん見ましたけど。なるほど。登山中は基本的にはもう人間とカラスだけ。あとはなんか珍しい植物があるらしいんですけども、うん、植物全然わからない。興味も興味はないわけではない。ないわけではない。虫とかは虫はそうですね。あんまりっていうか全然いなかった。あ、そう意外ですね。はい、ジャングルとかに標高、でも日本ではそうですけど、標高高くなってくると全然虫来ないです。確かに確かに。あ、でも蝶々がいたな。結構高いところまで。もう全然動かないですよ。死んでんのかなと思って近づくと飛ぶみたいな。省エネなんですかね、やっぱ空気薄いと。ポーターの方とは英語で会話を。はい、英語で。基本的に。じゃあもう現地の人は基本的に英語は喋れるっていう。はい。ちなみにその言語も、なんかアフリカは150種ぐらいの言語民族がいるらしくて、それぞれ言語も違ったりとかで、基本的に母国語はスワヒリ語と英語らしいです、ね。スワヒリ語できるんですね。はい。ただその僕らと一緒に登ってたのはチャガ族っていう、はい、チャガ族の人たちで、喋るときはチャガの言葉で喋る。彼ら同士で会話するときはチャガの言葉で喋る。チャガ語？名前だけ聞くとそう、かわいいというか、かっこいいですよね。かっこいいですよね。チャガ、チャガ、チャガ。チャガ語の挨拶は？
まあ、基本的にジャンボでしたね、でも。ジャンボ？スワヒリ語ですけど、基本的にはみんなジャンボ。あれ？お母さんと一緒？ジャンボ。ジャンボ。大体ジャンボって言えば。まあ、大体ジャンボって言えば。大体ジャンボって言えば。まあ、インドで言うナマステと一緒。ああ、まあ、いろいろ兼ねてくれるみたいな。はあ。どんな会話したんですか？まあでも、まあ、さっき言ったら、普段何してんのとか、うん、あと、いくつとか、家族は何人いるんだとか。うんそういう、他愛のない会話中。まあでも結構仲良くなって、うん、仲良くなったと僕は思ってるんですけど、はい、でもなんか現地のトランプゲームを教えてもらったりとか、はい、クソ弱いんですよ。どっちが？彼らが。彼らが。俺が圧勝しました。もうちょっと頭働かせろと。そうですね。で、なんかこう僕らのそのチームにも、なんかこう、あだ名をつけてくれたりとかね、うん、それぞれ。なんか一人は小泉。うん、日本の首相です。うんうんうん、あと女の子は。まあ、知ってる日本人の名前っぽいやつってことですよね。もう一人安倍でした。安倍。やっぱ首相は知ってるんですね。あともう一人は忘れましたけど、あとはまあ、若い女の子は、うん、ダダって。ダダ？シスターって意味なんですね。へぇー。可愛げのある感じ、うん。あとはなんかね、リクリクっていうちっちゃい鹿がいるんですけど、はい、そんな感じの可愛いあだ名をつけてもらってます。僕だけ、ムイジーって言われてます。無意地。泥棒って見ましたなんかしたのなんかやったね。何もしてない。見た目僕だけ泥棒っていう名前で。それはちょっと親しみを込めたのか。親しみを込めてだと思いたいです。仲良くなったからこそ。こそ泥っぽいなと思われたかもしれないです。まあ、というわけで1日目が終わりました。はい。1日目、そうですね。ちょっと巻いていかないと。そうですね。で、2日目は何時ぐらいに起きたんですか ?2 日目も、でも朝、出発は、二日目のルートもそんな長くないので、だいたい8時出発とかですかね。うん、それだいたい毎日8時出発ぐらいの感じなんですか？基本的には、まあだいたい朝8時ぐらいから登り始めて、夕方前には遅くとも、キャンプ地について。感じです。で、ゆっくり休んで、また翌日スタートっていう感じなので、体力的には、その、そこまで、しっかり回復できる。はい。時間は。疲労が蓄積されるってことも僕の場合はそんなになかったです。だいたい8時間ぐらい寝れる。全然寝れますね。はい。まあ、ただ隣のおっさんが好き、いびきうるさいの。でも、耳栓かイヤホンマヒスじゃん。いびきうるさいのと、しかも寝つきが異様に良くて、布団に入った瞬間寝るみたいな。幸せ。だったので、僕はちょっとそのせいで、あんまり寝れない日もありました、ね。でまあ確かにその、いや、音楽聴こうにも充電とかできないですもんね。そうですね。僕はでも一応ソーラー充電できる。ああ、素晴らしい。それも持ってってよかったもんじゃないですか。持ってってよかったです、ね。そう、絶対ね、はい、もうスマホ族には必須のアイテムじゃないですか。そう、僕カメラ持ってないんで、基本的に全部写真 iPhone で撮ってたので、はいはいはい、充電はしないと。で、あとは、朝は何時ぐらい ?6 時ぐらい。まあでも7時ぐらいですか、ね。7時ぐらい。じゃあ1日の始まりとしては、朝起きると、その、まあ現地のポーターの人が、うんまあ、食事係の人ですかね、うん、お湯を持ってきてくれて、顔を洗うような。うんうん顔を洗って、その後、朝のコーヒーを店とかで持ってきて。へぇー。至れり尽くせりじゃないですか。そうなんです。まあ、コーヒーというか、こう、いろいろ、コーヒー、紅茶、うん、あとなんか、ミロがあるんですよね。へぇー。まあ、なぜかね、タンザニアどこ行っても、ホテルでもあったんですけど、ミロが置かれてるんですよ。へぇー。ミロ大好物なんですよ。あ、そうなんだ。すげーミロ飲みまくりました。ここは的だね。はい。うん、で、朝なんかその、まあ、一杯。モーニングティーを飲んで。最高の目覚めじゃないですか、で、朝飯を食って、ね、朝飯を食って、ポーターに荷物を預けて、8時に出発って感じですね。うん、食事は何食べてたんですか食事は、現地の現地のものだと思うんですよね。野菜のスープとか、うん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 、あと魚とか、うん、まあでもただ現地のものといっても、うん、もう、どの国の人でも食べれそうなものを、うん、カスタマイズされてるというか、いい感じに。うん、そうですね。で、味付けはなんか、ちょっと薄めでしたね。うん、向こうの国の料理は、全体的に。うんうんまあちょっと日本が濃すぎるっていうのもあるかもしれないですけど、ねはい。結構美味しかったんですけど、うん、僕、パクチー大嫌いなんですけど、うん、結構向こうはパクチーを使う料理が多くて。はい、地獄じゃないですか。はい、大丈夫だったんですか結構美味しいんですけど、はい、もうパクチーがな。パクチーだけはちょっと、克服していくべきだったなって感じですかね。一番美味しかったのは、お粥を、これは多分まあツアー会社が、料理係の人にお粥出してくれる。頼んでたから思うんですけど、たまにお粥が出るんですよ。で、ツアー会社の人が、こう、インスタントの味噌汁とか、うん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 、コーンスープとかいろいろ持ってきてたんで、うん、
僕ね、クノールの中華スープをお金にぶち込んで食べたんですけど、それがすげえうまいです。わかります。はい。わかります。美味しい、確かに。クノールの製品は大体美味しい。で、まあ、朝飯食って出発して、うん、ちょっとルート的に長い時は、うん、弁当を出されるんですよね、うんうん。で、途中で弁当を食ってキャンプ地行ったり、うんうん、それ以外は普通にまあ、1時とか2時とかに着いちゃったりするんで、うんうん、その場合は、キャンプ地で昼飯をとって、うん、そのまま、夜飯を食って行った。まだそれがまあ、こう続くって感じ。そうですね。だいぶちょっといい話が続いたんで、うん、逆のね、辛かった話とかあります？そうですね。まあ、まあそんな感じでなだらかに登っていくんですけど、うん、最終日、うん、アタック日ですね、頂上向かう日は、うんうん、キャンプ地に着いて、だいたい夕方に着いて、その日の、深夜に出発するっていうような。その日だけ？その日だけ。なんか意図があるんですか？到着時間を調節するとか。その最終キャンプ地がもう4600メートルぐらいの高さなんで。4600メートル。で、はい、人間って基本的に高所に長時間いちゃいけない。なんかどんどん脳細胞が死んでったり、身体機能が弱ってったりするので、基本的には長時間高所にいちゃいけないので、キリマンジャロその辺特殊らしいんですよね。エベレストとかやっぱ高地循環っていう。日程に入れるので、かなり長い期間って思ってるんですけど、キリマンジャロは、あんまりそういうのやらずに登る山なんで。でもなんか、ぴょっと行ってぴょっと帰るみたいな。ぴょっと行ってぴょっと帰る。うん、でも、もう高い4600ぐらいまで来たら、はい、もうあとはもう、そっから一気に行って、はい、降りるぞみたいな。4600メートルから、だいたい6、7時間ぐらいかけて、うんうん、頂上まで。向かいます。じゃあ、その深夜に何時ぐらい？ 12 時、11時、12時。12時。僕ら12時ぐらいの出発でしたね。じゃあ、ちょうど朝日が昇るぐらいじゃないですか。そうです。順調に行けば、はい。あ、ということは無事。登頂はしました、僕は。おめでとう。おめでとうございます。はい。ただ、まあ、辛かったです。その日がやっぱ一番辛かった。辛いですね。体力的に、何的に辛かった？体力的にもそうですし、やっぱり高山病の症状に結構苦しめられた。一概で若干経験してた。はい。高山病ってどういう風になるの？もう単純に呼吸が苦しくなるんです。辛っ！呼吸が苦しいってなんか何よりストレスじゃないですか。何より、はい。でもひどい人は本当に頭痛がしたり気持ち悪くなったりとか。それはなかった。それはなかったですね、僕の場合は。どちらかというと下山してからがひどかったです。まあでも、とりあえず、頂上まで行く話をすると、まあ6時間ぐらいかけて、頂上まで行きまして、登ってる間僕本当に割と元気だったんで、まあ、辛いとはいえ、ね、体力的には行けそうだなと思ったら、日本から一緒に来てたツアーガイドの人が、ちょっとこのペースだと、もしかしたら食事も間に合わないかもしれないですね、みたいなことを、もうその人ももう体調悪くなったんですよ。その人についてみんな行ってるんで、まあ当然ペースも。結構ゆっくりめで、うん、もう間に合わないかもしれないみたいなことを言われて、うん、僕はまあやっぱ70万払ってるんで。確かに。まあもう。まあちょっと、はい、心を見にして、うん、メンバー全員置いて。ええそうなんです。えその登る前のキャンプ地でね、じゃあみんなで仲良く登頂して集合写真撮りましょうよなんて話をしてたばっかりなんですけども、ちょっと登れないという、登れないかもという話を聞いた瞬間。リーダーが、はい、うん。あ、いや、70万払ってるじゃん。えそんなバカな話があるかと。えどこじゃん。多分、はって言いましたよ。こっちとは借金しとるんじゃんみたいな。そうそうそう。はって言って、じゃあ、これ僕先行ってもいいですかって言ったら、行ったら、大丈夫です。先に行ってもらって大丈夫です。いいんだ。まあ一応その一緒に登ってる現地のガイドの人を一人、うんうん、つけて、はい、二人で登ったの。そうです。あでも僕ともう一人おっさんの中で普段マラソンをしてるなかなか、まあ、その中で、はい、なかなか体力のある人もいたので、はい、その人もまあじゃあ僕も一緒に行きますって話で、僕とそのおじさんと現地のガイドで先に行くと、そこでもうチーム分かれます。分かれて。そう。もうなんかもう、みんなで写真撮ろうね。結果みたいな。そうそう。ね。まあでもやっぱ自然をね、この自然を舐めちゃいけないですから。マラソン大会でありがちな。一緒に、はい。で、最後に合宿を抜けた。俺意外とそういうことする人間なんだなって。自分で気づいてしまった。で僕らはもうそっから先に行きましたね。うん、ただ、一緒についてくれたガイドが、なんかもうすげえスパルタ地区のやつで、うんうん
まあ、やっぱ登山道頂上に近づくにつれて混んでくるんですけど、混むんですね。そいつは登山道がちょっと外れて全員抜かしていくんですよ。こんな早く行かなくてもいいのになって思いながら、そっからが急に辛くなってきて、で、一応なんかその頂上が実際2箇所なんですね。はい。キリマンジャロ。なんか双子山的な感じなんですか、ちょっと。なんかウフルピークっていうところと、うん、ウフルピークっていうのが一番高い5895メートル、うん。あとは、なんだっけな。ステラポイント。ステラポイントが5700。ステラポイント。かっこいい。5749メートル。一応ここまで行けば登頂証明書がもらえる。そこまではとりあえず行ったんですよね。うん、何時ぐらいに着いたんですか？僕らが着いたのは多分、ステラに着いたのが多分5時半とかそれぐらいですかね。その、真夜中じゃないですか。真夜中。しかも別に都会でも何でもないじゃないですか。はい、真っ暗ですね。見える？道はわかるんですか？ヘッドランプを着用してる登山になります。はいはい、ヘッドランプつけて。でもそれでもヘッドランプ、その、照らせる範囲しか見れないじゃないですか。そうですね。まあでも意外と、でも逆に良かったのは、下るときは当然その道見えるんですけど、かなり、なんか急、角度が急だった。じゃあもう下手に、見えなくて良かったなって逆に思いました。怖い。はい。で、なんかまあとりあえず登って、そこから1時間ぐらい行くと、なんか真のラスボス的な、氷河が見える。はい。5895メートル。そのステラからウフルまでが本当に辛くて、本当になんか、5分おきに、そのぐらいの感じで。じゃ、そのステラでも、もう、登頂したことになるけど、はい、もう一個上があるってことですね。そうですね。うん、で、ステラは、ちなみに、その、一緒に、僕と一緒に別れて登った人も、ステラまでは置いてってたんで、うん、ステラでの頂上の写真は僕一人しか撮ってない。で、ステラで、ちょっと、まあ、次のウフルまで、行く前に、ちょっと休憩してたら、おじさんが追いついてきたんで、そこから合流して、ウフル一緒に向かったんですけど、本当に辛くて、まあ、本当はやりたくなかったんですけど、なんか、ポーター、その最終日は、出発したキャンプ地から、登頂した後、また同じキャンプ地に戻るコースになってるんで、持つものがないんで、僕らが背負ってるバックパックも全然持ってくれるんですけど、ステラまでは僕ちょっと絶対に、なんか、しょったまま行きたかった。自分の力で行きたい。なんですけど、ステラついて休憩したらもう本当に辛くて。まあでも俺、登頂証明書もらえるから行くから、パワーを渡しました。そのステラからそのラスボスまではどんくらい距離があるんですか？距離というか、時間で言うと大体1時間ぐらいなんですよね。まあそれでも1時間で、100は100メートル横上げるわけですけど、5700から5800。5800か、大体。から5900ぐらいの、その、間の、もう空気全然吸えないし、本当に空気吸えねえなっていう感じです。その100メートルがでかい。はい。ダースベイダーみたいな呼吸も。はい。シュコー、シュコーって。しかもマスク外れた後はい。なんか、酸素ボンベみたいなのとかは、一応その緊急用にポーターは用意してるんですけど、それを吸ったらもう即下山しないといけないんで。ああ、もう緊急、本当に緊急用って感じで。はぁー。いいのにね、しちゃえば。ずっとね、ずっと。いや、いつ切れるかわからないから。そう。で、まあ、無事そのラスボスまで行って、真の5895メートルまで行ったってことですね。はい。そうですね。ちょうどそこって、次は6時半ぐらいなんですけど、朝の。はい。日の出を見て。ただ、あんまり干渉に浸ってる時間もないですね。すごい高いところ。何分くらい？いればいるほど体がダメージを受けるんで、だいたい10分くらい。10分もう引き返すっていう。写真撮って。写真は撮りました？一応撮りました。ああ、じゃあその貴重な写真ぜひ、飾りましょう。はい。飾りましょう、それは。結構いい景色だったんですけど、もうとにかく寒いのと、まあ長いこと入れないと。まあ環境的には最悪ですよね。あんまり撮れなかったんですけどね。いや、いいです。まだちょっとしか撮れなかった。この物語込みでの写真じゃないですか。心のフィルムに焼き付けて。だって僕絶対これ写真だけ見てもそんなに感動しないと思うんですけど、ここまでの話を聞いた上で写真見ると、やっぱ感慨深いものがあるじゃないですか。そうですね。まあ言っても、まあ5日間かけてずっとこうゆっくりですけど登ってって、頂上まで行けたわけですから、ね。で、行って、まあ引き返す途中で、まあ途中置いてった雑魚みたいな話と、なんてこと、はい、まあ会いまして、はい、まあ、ただ僕らはね、その、高地ってすぐにもう、高所、高度を下げないと、本当にダメージを受けたら、そこよって言われたんで、二言。ってことだって、じゃあ本当もう、すれ違うぐらいな感じで。じゃあ、俺らもう先登りましたよ、つって。
払ってくださいっつって。まあでもそんな余裕、もうそんな軽口も叩くのも大変なぐらい。うん、じゃあ結構もう極度の。はい。その時に、まあ合流した時点でみんなで撮った写真。あ、はい。だから無事ね。はい。無事撮れたってことですね。ただ僕はもう手足の感覚がなかったです。寒いし。感覚がない。あ、本当なんかたまに、わかるかな、寝て起きたら、腕に血が通ってなくて、腕がこう、ぐるん、はいはい、ぐるんぐるんになってる。だからずっと続いてるような感じ。両手足にある。うん、多分単純に、まあ、酸素がね、行き渡らない。そう、多分酸素がね、行き渡らない。そうですね。結構やばい状態で登り切ったって、はい、気合いでね。気合いだよね。気合い。気持ちで。はい。すごいね。で、そっからまあ3時間ぐらいかけて、一気にキャンプまで。最後に寄ったキャンプに戻ってって。はい。うん、で、下りも、まあ最終的には、僕は後ろのおじさんを置いて。なんでそんな我先に行くんですか。まあでもやっぱ、登山で大事なのってペースなんですよね。そう、自分のペース。そう、やっぱ人に下手に合わせると余計疲れちゃうっていうのがあるんで、そこはまあしょうがないですよね。はい、体調的なところもあるし。置いて、先に着いて、みんなが、同じキャンプ地に戻ってくるまでには、うん、僕はもうすぐ出発できる状態になってました。結局何時間ぐらい差が空いたんですか。まあでも、話聞いてたら、実際頂上行った時間30分ぐらいしかかかんないんですよ。普通に間に合ってたんですよね。だったらまあ、みんなで行けばよかったなと思いましたけど。まあまあまあ、まあ、結果なんですかね。はい。変な脅し入れられたんでね、間に合わないかもしれないって。うん、どうすか、登ってよかったですか。いや、よかったと思います。うん、なんか俺意外と高いとこ行けんなっていうのが分かりましたし。そんなにこう思い入れ強くいたわけではないけれども、結果として良かったってことですよね。はい、あとまあ、その登った後いろいろ話聞くと、うん、まあそのツアー会社の人から、うん、まずその氷河があるんですけど、うん、氷河がもう年々溶けていってて、2020年までにはもう氷河完全になくなると言われてる、うん。オリンピックまでじゃないですか、はい、東京。だからまあ、このタイミングで氷河見れたのは、まあかなり貴重な体験ができた。うん、温暖化みたいな、温暖化ですかね。下手したら、その氷河が溶けるってことは、もう川とかも枯れてしまうんですよね。ああ、じゃあ、もう登れない。登れなくなっちゃう可能性ももちろん。めっちゃ水筒持って、100人ぐらいの、ポーターで、水分持たせて。っていうことになり、なってもおかしくないので、まあでもじゃあ登れてよかったなっていうのもありますし、あと、登ってみて、降りた後ツアー会社の人に言われたのは、まあ、結構皆さん簡単に登れる山だというふうに、うん、思ってる人が多いんですよね。うん、そうなんですか。やっぱり僕も、うん、そう思ってた。登る前に、まあ、登った人のブログとかを読みあさったりして、うん、意外と簡単に行けそうだなと思うんですけど、まあでも結局、そもそも、登っての失敗した人ブログに書かない。確かに。確かに。成功例しか見てない。成功者バイアスってやつですね。なので、だから本当にこれ怖い話かよと思ったんですけど、あ、まあ下山した後にホテルで、なんかまあみんなでお疲れっつって、ビールとか飲んでる、ツアー会社の人に、なんかまあ日本帰ってもあんまり簡単に登れる山だっていうふうには言わないでほしい。今だから言いますけど、普通に人死んでるんでって。最初に聞くとね、萎縮しちゃうんだよね。言われまして、あんま簡単に登れる山って言っちゃいけないんだな、うん、っていう思うの同時に、うん、俺ってすげえんじゃねえかな、逆にね。俺じゃすげえじゃん。確かに。自信には。そう。実はね、その、登山の、まあ最初アタック組の前ぐらいに、うん、ダイヤボックスっていう酸素の摂取を助ける薬あるんですけども、はい、基本的に皆さんそれを飲んでたんですよ、うん、メンバー。僕とそのマラソンおじさん以外の。マラソンおじさん、なんかすごい、ね。すごい、逆にね。マラソンおじさんはちょっと、鉄人の匂いがしてきました。そうですね、鉄人だと思います。まあ、僕のが最初に早かった。そこは譲れない。ダイヤモックス飲んでる人よりも僕ら先に登頂できてるんです。基礎体数、体力ってのはどうしても薬で補えない部分ってのはあると思うんで。で、なんか、その、登山ツアー会社の人も、なんかこれ、なんか普通に、登山学会に報告しようと思ってますぐらいのことです。ダイヤモックスを飲んでない人の方が飲んでる人よりも早く登頂できてるっていう。それは絶対普段の基礎体力の違いだと思います。若さとか。ほら、でも、前回言いましたけど、皆さん暇なんでね。確かに鍛えてるはずなんですけどね。鍛えてるはずなんですけどね。言うて昔バッキバキに鍛えてたじゃないですか。まあそうですね、ちょっと昔の
顧問にはちょっと感謝したいな。当時はそうと思ったけど。はい。あの時があったから僕登れたんだな。はい。で、まあそんな感じで登りました。登れてよかったなと。なんか今写真で見れせれるやつとか、特にまあでもないですかね、写真は。写真ですかね。写真もたくさんあるんですけどね。ちょっとまあ、何個か見せていただけると嬉しいなっていうところですかね。最近便利ですよね、この Google フォトってですね。あとその登山の証明書はい。誰が発行するんですか、まあ、国立公園ですね。の管理人みたいな人が。それはどう、何をもって証明するんですか、一応こう、一緒についていってるガイドが、まあ、手続きをしてるんですけど、ガイドの、だからまあでも、実際登れてなくてももらえるんじゃないのって気はしましたけどね。登ったよって言えば。胸三寸になるみたいな、お前の。一応でもガイドが、いつも一緒にいるわけなんで。最終。そいつの、裁量次第じゃないですか。裁量次第。本当、時間があればね、登山終えた後の話。アフリカのタンザニアの話、面白い話たくさんあるんで。それじゃあちょっと、今度、ケイさんがいないときにじっくりやりましょうか。すごい。呼んで。やりたい。あ、これが一応その、これ下山した後の、風景が見たい。キリマンジャロの、まあこれが頂上ですね。で、これが氷河。すごい。あ、すごい。すごい。まあここだとね、やっぱその温度とか空気の乾燥具合とかが伝わらないんで、写真。いや、でもすごい、ここ今の。あ、これ。これ。すごい。してます。やばい。わあ、すごい。空気なさそう。空気ないです。じゃあちょっとね、ホームページの方にね、ちょっと皆さん、それを見ながら今回の話聞いてくれるといいかなっていうところですね。そうですね。じゃあちょっと次回はタンザニアの、はい、街についてちょっと。すごい面白い話。期待します。自分でハードル上げちゃうから。まあ、そこそこ面白い話があるってことですね。じゃあ、どうすかね。じゃあちょっとそろそろ締めに入りたいんですけど、はい、まあさっき、まあ登ってよかったって話してたじゃないですか。ちょっとそもそも論に行きたいんですけど、はい、人なんで山に登るんですか、人って言われるとちょっとわかんないですけど、イギリスのジョージ・マロニーさんは言ってたじゃないですか、山があるからって言っちゃってダメなんですけど、それ、まあ、山があったら、まあ、山が登るあるからってのは大きな理由の人だと思うんですけど、うん、僕の場合だと、まあ、単純に、自分がどこまで登れるのかなとか、うん、そういうのをちょっと実績解除、うん、ゲームでいうところの実績解除みたいなのしてみたいなっていうのと、うん、あと、まあ、単純に山道具とか集めるの好きなんですけど、うん、それをこう、フル活用したいなっていう。まあ、道具は使ってなんぼってことですね。そうですね。まあ、道具もそうですし、まあ、自分の体もそうですし、うん、フル活用できる場所が、まあ、山なんじゃないかなと。じゃあ、これ以上の山にも登りたい。そうですね。登って、まあ、良くなかったこと、まあ、強いて言うなら、うん、なんか、これ以上の山も登りたいと思ってしまいましたね。なるほど。なので、まあ、これ以上ってなると、本当に、危険が伴うところなので、まあ、当然、それ相応のトレーニングしたり、装備されたりっていうのもあると思うんですけど、まあ、それを分かった上でも、まあ、ちょっと登ってみたいなっていう気持ちは生まれてしまいましたね。それは別に悪いことではないのかもしれないですね。まあまあ、目標があるというのはまあいいことだと思うんだね、はい。なるほど。じゃあまあ、自分の限界を知れるというか、はい、やっぱこう、生きるか死ぬかの瀬戸際に日本にいるとなかなかならないんでね。そうです、ね。そういうのまあ、リアルに体感できたっていう。まあ、キリマンジャロいいところは、それが多分割と気軽にできるんですかね。気軽って言っちゃいけない。生きるか死ぬかってなって、実際に、まあ、死ににくいところではあると思います。まあまあ、周りにその、はい、サポートしてくれる人もいるし、まあ実際そこまではいかないよって。はい。エベレストだとリアルに簡単に死んじゃいますもんね。エベレストは登山ルートの道しるべが人の死体とか。そうですね。いやもう処理できないから。そうす。そう。持って帰れない。持って帰れない。しかも凍ってるから、ずっと保存されてる。そうそうそう。ちゃんと残ってる。そう。どんなにこう手だれでもやられちゃうらしいじゃないですか。まあただ、本当誰でも登れる山ではない。そこは。そうですね。はい。しっかりそこはちょっと今回伝えておかなきゃいけないですね。はい。まあ、そういう矛盾したところでありますよね。誰でも登れる山ではないんですけど、うん、そんなに。まあ、まあ、ちゃんと頑張れば、うん、そうですね。いけるぞっていうところ。じゃあ、最後に、キリマンジャロを、まあ、これを聞いてね、行きたいなって思った人に、メッセージをお願いしてもいいですか？そうですね。まず、キリマンジャロにしたいと思った人は、ちゃんとそれ相応のトレーニングは積んだ方がいいと思います。うん、はい。僕は多分本当に運が良かっただけだと思うので、うん、はい。
実際、そう、やっぱり高地トレーニングはおすすめです。うん。はい、別に回し物とかではないですけど。市ヶ谷の。はい、市ヶ谷の。何屋でしたっけ？三浦ドルフィンズというところ。三浦ドルフィンズさんですね。はい。はい、あとは、そうですね。まあでも楽しいです。うん、はい。本当に、今回ちょっとそんなにたくさん喋れなかったんですけども、うん、まあ最初ジャングルから始まって、うん、まあジャングル抜けて草原、で、もうその植物も生えない砂漠みたいな高原抜けて、最後は氷河っていう、景色もどんどん変わっていくんで、あとね、キャンプ地から星がすごく綺麗に。ああ、いいですね。いいですね。それは間違いないですね。一番良かったのが、ちょうど4000メートルぐらいのところからと、キャンプ地からの星と、あとね、実は下の街の光も。ああ、でもダブルで、上も下も星空じゃないけど。はい。まあそういう綺麗な景色も楽しめますし、まあ、前回言ったと思うんですけども、うん、まあ、5000メートル超えの山の中では一番難易度の低い山。うん、まあ、それは、それはまあ実際そうだと。うん、まあ、あくまで5000メートル超えの山。うん、まあ、その中で比べたらってことですよね。一番気楽に登れる山ですので。うん、その中ではってことですね。その中で、ね。はい。行って損はないと思います。うん、じゃあ、はい、おすすめですか？おすすめですね。はい、もし登る方がいたら何でも聞いてください。そうですね。メッセージいただければと思います。はい。いやー、良かったですね、本当登山できて。はい。登場できて。良かったです。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、もう本当にね、もう登る前にね、はい、もうかなり不意調しましたからね。余裕で登れるよ、こんなの。俺で登れなかったらすげえ恥ずかしい。いや、無事、本当、無事に帰ってきて。本当に無事に帰ってきてよかった。それが何よりも。そうですね。何よりも。それが山登りで一番大事なことです。無事に帰るまでが山登り。山登りですね。じゃあ、次回はちょっとね、タンザニアの、はい、話をしましょうか、ぜひ。ぜひ、また呼んでいただければ。いや、はい、ぜひぜひ、ちょっと、ケイさんも一緒に来てください、本当に。はい。準レギュラーで。いや、もうレギュラーになってほしいんですけどね、本当に。というか、本日は、漫画家のケイさんと、無事、キリマンジャロ登頂した、会社員のりょうさんに来ていただきました。本当おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いい話、たくさん聞かせていただきます、本当に。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそ。それでは、また次回。ありがとうございました。ありがとうございました。